は。こんばんはです。福知山公立大学の田中克美と申します。今日はデータベースの講義ではあるんですけども、特にその中でもウェブ情報検索、ウェブサーチについてですね、お話をいたします。まずデータベースの検索というのと、それからウェブの検索というのはですね、まあ、見て非なるものでして、どこが違うのかということをちょっとこのスライドでまとめております。で、左側がウェブ検索、右側がデータベースの検索なんです。で、データベースの検索についてはですね、もうすでにたくさんの講師の先生方がお話しされていると思いますけれども、データベースの方ではですね、基本的に検索というのは SQL という検索言語でやるというのは、まあ、最も特徴的です。で、その前にデータベースはですね、その検索対象になるもの、それから検索の結果ですね、得られるもの、これはすべてテーブルというものになるというわけです。で、そういうことですので、情報検索とは違ってですね、例えば検索結果をランキングするなんていうことは通常されませんし、また必要もないということになっています。それから検索質問のタイプですね。これは SQL で検索質問を作るんですけども、まあ、なんていうんですか、SQL で表現できるような検索質問であれば何でもいいわけで、そういう意味では検索質問のタイプというのは特にないということです。で、そうしますと、そのデータベースの方の検索性能をですね、評価する尺度はですね、このところはもう処理速度とになっているというわけです。それから情報検索の分野ではですね、非常に多用されてますけども、適応フィードバックという技術があるんですけども、これは SQL のデータベースの場合には全くありません。それから、まあ、最後ですけども、じゃあそのデータベースの通常の SQL で検索をするという話の中でですね、機械学習をさらに使って、検索の精度を上げるとか、いうふうな必要があるかということなんですけども、これは議論があると思いますけども、基本的には機械学習を使ってですね、やるという需要は少ないというふうに考えられます。一方はウェブ検索、これは左なんですけども、ウェブ検索はですね、通常の SQL 検索ではなくて、通常、まあ、Google の検索エンジンに代表されるキーワード検索が主体となっています。で、しかも検索の対象になるもの、それから検索結果ですね、これがそのテーブルではなくて文章が返される、もしくは画像が返されるというところが特徴的です。で、それでですね、キーワード検索でやりますので、これはもう検索結果をですね、ランキングするというのが必須になっています。で、じゃあどうやってランキングするのかというところでですね、このウェブ検索の分野では、いろんなランキング手法が提案されているというわけです。それから検索質問のタイプですね。これもいわゆるウェブ検索をするときの、まあ、タイプですけども、これ結構多様なんですね。ちょっとこれは後で申し上げます。で、そこでウェブ検索の場合にはですね、検索性能の評価尺度はですね、これはデータベースの世界には全くなかったんですけども、適合性と再現率というものが重要な評価尺度になっています。それから情報検索の場合にはですね、何度も何度も質問を変更しながら検索をしていく。これは適合フィードバックなんですけども、まあ、これがですね、必須ということになっています。それから機械学習を使って、じゃあさらにこのウェブ検索をですね、良くするという需要はですね、依然として高いというふうな状況になっています。で、ウェブ検索の質問のタイプなんですけども、まあ、これは皆さん日常ですね、Google で検索エンジンをしたりするとですね、ああ、そうだねと、言っていただけると思いますけども、主にウェブでやる検索質問ですね、3つに分類できるというふうに言われています。で、それがこの左に書いてあるんですけども、ナビゲーショナルクイリ、それからインフォメーショナルクイリ、トランザクショナルクイリというふうなものです。いずれの質問もですね、これは単にキーワードを入れて質問をするわけですけども、その種類がですね、大きくはこの3つに分かれるだろうと言われています。ナビゲーショナルクイリというのはですね、これ特定のウェブサイトに到達する、行き着くためのクエリです。で、これがですね、ウェブ検索で大体 10% を占めていると言われています。で、例えば例なんですけども、例えば特定のですね、電車ですね。で、電車の時刻表を探したいと。で、この場合にも我々は通常ウェブ検索をするわけですけども、これがナビゲーショナルクエリと
というものに対応します。つまり、阪急電車でも、JR でもいいんですけども、とにかくその時刻表を探したいというふうなんですね。そういうクイリーをナビゲーショナルクイリーと言います。それから、そうではなくて、やっぱりウェブ検索質問の中で非常にパーセンテージが大きいものは、次のインフォメーショナルクイリーだと言われています。これは何かと言いますと、特定のトピックに関する情報を、集めるためのクイリーというふうに言われています。で、例えばなんですけども、私が所属しております、福知山公立大学って何なのか。じゃあ、ちょっと福知山公立大学に関する情報を集めたいというふうなときにですね、キーワードとして、例えば福知山公立大学というふうなキーワードで検索をするわけですね。で、それがちょうどこのインフォメーショナルクイリーに当たるというわけです。それから、トランザクショナルクイリーというのは3つ目であります。これは何かと言いますと、最終的には物や情報をです、ね、買う、サービスを買うための、そういうトランザクショナルなサイトへ至るためのクイリーと言われています。例えば、1号ですね、ネットで購入したい。じゃあ、1号で販売なんとかというふうなキーワードで入力をすればです、ね、最終的に1号を販売しているサイトに行けるわけですね。そういうふうな種類のものをトランザクショナルクイリーというふうに呼んでいます。で、大きくはここいずれもですね、キーワードで検索をするんですけども、その目的が違うんだということを少し意識しておいていただけると、これからの話によく理解が進むと思います。で、例えばキーワードをいくつか入れて、一つの質問を作ったと。じゃあそれがインフォメーショナルクイリーなのか、ナビゲーショナルクイリーなのか、そういうことを自動分類しようというふうな試みもすでにやられてまして、結構いい結果が出てました。自動分類の精度が 74% というような、そういう研究が出ています。